こちらをレビューしていきたいと思いますひもじいですおーなーらおーなーらおーじゃないのよおならじゃないのよ,おならじゃないのよ知らないね昔はトンネルズさんがそんな下ネタを言ってもオッケーな時代でしたからねありそうですおならじゃないのよおならじゃないのよ,いのよもわかんないですよね後で教えたけどねあ大丈夫です教えたけどねちゃんと <laughs> えー、こちらね、えー、ブロン ×Z。コラボですね、ブロンさんと。Z っていうのはあれですね、YouTube オーディオ製品レビュアで有名なゼオス・パンテラさん。略して Z チューニングって言われてますけど、Z。その方とのコラボで、で、の、だからレビューズってついてるんですね。で、ジョジョ。これはあのジョジョなのか何なのかわかんないですけど。なんか、ぽいよね、でも色、色合い。ジョジョっぽいんですよね。 でも、多分、ね。うんう。契約してないから、ジョジョのあれは書いてないですけどね。うん、えー、こちらあれです。一応、ミヤミにも、買います、買いません、やってもらいますけど、あのー、ミュージシャン用のイヤモニです。<ー>でも、リスニングでも使えるんでね。で、10ミリのコンポジットメンブレンのドラ、ダイナミックドライバー一発で、 で、先ほども言いました YouTube のオーディオ製品レビューアーで有名なゼオスパンテラさんとのコラボ Z チューニングされてます。で、4連の銀メッキ無酸素アルミニウムケーブルで、銅じゃなくてアルミニウムケーブルです。で、0.78mm の2ピン。で、亜鉛合金ダイキャストと18金のメッキシートのハウジングになってて。なんかね、キラキラ、おしゃで。平成初期って感じ。 でここのビルドクオリティも良くて耳の収まりもいいでございますイヤ、うん、モニなんでねっっなのでキリス XO で付属の 3.5mm シングルエンドケーブルを挿して聞いてまいりましょうはいはいでえっといつも通り Apple MusicAppleAC ファイルで BLACKPINK さんからラブシックガー g i r l s 試しに、小さげ。うん。うん。おー。ちょっと、もうちょっと弾いてもらっていい ?Thank you! なんか、え、なんだマイルドな感じ。バランス良くて、定期中高域のバランスが本当にいい、 はい。ええー、平井大さんです。スタンバイミー、スタンバイユー。あー、チルサウンドに近いかも。万人受けしそう。はい。ワニマさんで共に。一個上げしてみて。あー、やっぱごめん下げて。 うん、迫力あるしボリューム1個上げるだけでなんかあの何だろう抜け感とかこのつつき抜け感が変わるかもはい「EDM ノートでダンスミュージック」あ音量によって化けるな全然違うんだろうなうんでも定期もちゃんとしてて 聞きやすいしうん EDM も全然合う適正音量で EDM 合うっていうのはポイント高いはいホワイトスネークさんでスレブじゃないですうんハードロックもいいねバンド同様になんかその迫力感はあるしはい須田さきさんで間違い探し あー男性ボーカルは合うね意外とこれ女性も合うんだよな全然はい綾瀬さんで「夜なでるめの」うん打ち込み系もバランスいいし <coughs> かもなく不可もなくって感じはいサマーウォーカーさんで「カルモ うん、余韻感いいね。あと、音の厚みがしっかりしてるから、本当に聞き取りやすい。はい。アニタ・ベーカーさんで、ユーブリング・ミー・ジョイ。うーん。力強さもあるし、うん。ボーカルも、うんうん。 白い感じに流れてるのがいいねはい「コールドプレイ BTS」でマイユニバースまとまり感と音が混じってる感じがあってうん濃密下があっていいはいあいいや矢沢駅さんで「時間を止まれセルフカバーありまターテッド2022」ですうん あこういうシンプルな音が一番合うね聴きやすいはいえー、映画愛と青春の旅立ちより愛と青春の旅立ちジョ上カージェニファー・ウォーンズさんですうんピアノのタック感もあるし全体的に音が丸いから 中古雪もすごいなんだろう気持ちいいぐらいになる感じはい。こちらリンソールさんからの提供ですあありがとうございます言うのは忘れておりましたそうだったんですね失礼いたしましたはい。感想どうぞなんか見た目によらず落ち着いた感じがあって、うん、適正音量だと、うん 落ち着いた感じがあって、ちょっとでも上げると、またなんか、このイヤホンの見た目に合うような派手な感じの音に曲げるから、うん、なんか自分のその好きな音量で、なんか楽しめるんじゃないかなと思った。意外となんかリスニングも全然いけるなと思ったし。イヤモンに行って感じしないでしょうん、全然しなかった。うん、そうなんですよ。なんかベースがでもとやっぱおとなしいというかさ、うん、こうフラットな感じだから、うん、あ、なんかその、リスニングも全然最適だけど、なんか、 イヤモニだなっていうのは分かる気がする。うん、特にマニアにとっては分かる気がする。うんうん、そんな感じです。ですか。はい。じゃあ僕のターンで言っていきますが、イヤモニとしてデビューします。えー、リスニングはミヤビのリアクションで理解してください。えー、まず、ハイ広域はですね、角の丸い優しい広域で伸びはあります。で、細かいハイハットも前に出てきて、改造ドアも高くて広域の見通しがいいです。 でシンバルの金属音もはっきりとつかめるので、リズムキープがしやすいです。シンバルでリズム取る人と、ベドラバスドラムで撮る人と言って、シンバルでチキチキチキチチ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 チって聴いてて弾く人いるんで、でどちらも OK です。でミッド中域は、<お>思い切り前にボーカルが出てきて、で、あれですね。 あのー、解像度が高いので、細かなボーカルのニュアンスもつかめて、もうこれダブルトラック、薄いコーラスもつかみやすいです。で、オケとボーカルの分離も良くて、音が混ざらないのと、低位も良いので、各楽器の音がつかみやすいです。で、ロー低域は、もう豊富な低域で、尖った部分はないんですが、解像度は十分で、ドラムとベースがつかみやすくて、 リズム体がちゃんとつかめるので演奏がしやすい低域になっています。で、イヤモニアフラットなものが多いんですが、これ完全度フラットというよりは、この違反は低域をきちんと出してくるので、リズム体を重視する人にはとてもいいと思います。で、音場音上は左右に若干広くて上下は普通です。で、空間は高中低域の各楽器や音が、 きちんとそれぞれの位置に定義する空間で各楽器の音が掴みやすい空間になっています。で、音はウォーム系の低域が十分に出ているナチュラルサウンドで長時間モニターしていて疲れない音でリスニングでも十分に楽しめるサウンドになっています。で、低域がとにかくいいので低域の質が ビートやドラムのバスドラムのアタックとかも掴みやすいし、ベースラインもよく見えるので、リズムは本当に取りやすいです。で、ボーカルもきちんと前に出てくるので、あの、ボーカルもちゃんとつかめるし、ボーカルメインで音を取る人にもいいと思います。で、ハイハットもきちんとつかめるので、ハイハットでリズムを取る人もいいと思います。当然曲のブレークとかカウントで、チッチッチッドーンって入る時とかも、 ちゃんとハイハット掴めるので、まあハイハットで取ることが多いので掴みやすくていいです。で、リスニングにおいても EDM ではもうきちんとした重低音とビートアタック感とキレがあって楽しめるし、ハードロックやメタルもボーカル、ギター、ベース、ドラムと各楽器をはっきり前に出してくるので、十分にリスニングでも楽しめます。で、 ウォームなサウンドなので、バラードはもうピアノとボーカルのバランスも良くて、ボーカルが思いっきり前に出てくるので、ボーカルを堪能できます。で、男性、女性、ボーカル問わず、R&B やバラードのボーカルも堪能できました。で、アコースティックサウンドも、まあ A ちゃんの時間に泊まりがそうですけど、アコースティックサウンドも、もうギターの鳴りとか弦の揺れとか空気感もしっかりと表現してくるので、音と音の間も楽しめて、 いいです。<laughs> で、まあ、ステージ用のイヤモニとしてだけじゃなくて、リスニングにも十分に使えるチューニングになってるので、癒し系、癒し系ですね、だからね。ずっとつけてて疲れない系の。で、低音がちゃんと出てるという、癒し系の、あ低音域豊富な、豊かで丸いサウンドで心地良いという。だから、カリカリのイヤモニじゃないです。逆です。なので、 単色系、中高域、カリカリ系、フラット系が好きな人にはおすすめしません。というわけで、価格ですね。イヤモニだからもう、あなたの予想は高いところにあるんですよね。はい。えブロン ×Z レビューズジョジョ、アマゾンで7790円です。えー、安い。1万円切っているイヤモニというのは多分これ初かもしれない。 だいたい手話の SE215 とか、あの、前波の IE100 とか、あの辺は1万数千円だけど、これ切ってんですね。うん、なので、まあ、どう、どう、どうしますリスニングとして聞きます、うん、じゃあ、ブロンかける Z レビューズジョジョ。 アマゾンで7790円で,円です、すみやびさんは買いますか、買いませんか買いまーすこれはリスニングでって言われても、でね、あーって納得できる音だったから、リスニング部門として全然判断できるなと思ったし、見た目もなんかね、いいよね。これオシャっすよ。うん、オシャオシャこれあれだね、ウィスタリアみたいな色してるね。ああ<ー>。で、 これ耳に入ってるとこ、君見れなかったと思うけど、オシャですよ。本当フィ、うん、ット感もすごい良かったし <laughs>、ね、なんか音量でまた変えれるところもまたいいなと思ったからだ、うん、からねカスタマイ M とかね使わず、うん、まあ,あの乃木坂とかあっちはカスタマイ M 流行ってるんですけど、うん、ジャニーズとかい、はい、UE とかねあのいろんなあのアイドルグループによって先輩の影響でメーカーがだいたい一緒になっちゃうんですけど、うん そういうの買えない人はこれ7790円でおしゃれなんで,でこの色なんでイヤモニとしてねライブハウスとか地下アイドルさんもね返しがないくてイヤモニ使えるライブハウスの時はこういうの使ってるとケーブルもキラキラなんでまあイヤモニの時はケーブル全部こうやって後ろに回しちゃいますけど前には来ないんですけど見えないですけどケーブルはでもおしゃれでいいんじゃないですかね映えるしねではひもじ ブロンかける Z レビューズジョジョ。こちら売りますか売りませんか売りまーすだって1万円以下って多分初っすね、うん、イヤモニで。で、7790円で、ステージで十分イヤモニとして、リズム使い、掴みやすかったし、ボーカル掴みやすいし、ハイハットちゃんと掴めるんで、まあちゃんとイヤモニとしてステージで使えるし、リスニングにももうちゃんと対応してくるウォームな優しいジェントルサウンドはすごいなぁと思うからです。 で、まあ、今まで聴いてきたイヤモニの中で一番安くてコスパが良くて、まあ、プロも使えるレベルにはなってると思うし、デザインもビルド、ビルドクオリティもいいし、リスニング目的で買っても十分に気持ちよく音楽を楽しめるチューニングになってるので、いいと思います。あとはお金のない、さっき言いましたけど、ミュージシャンとかアイドルさん、地下アイドルさんは、一押ししたい、この、このイヤモニ使えば、 って言って教えてあげたいイヤモニだったからです。一万円切ってるんで、進めやすいんでね。うん、これ使えないのって、え、他の人と被んないんで。うんうん、それも大事なんで、うん、お腹になりまして。ボこって。生まれますか。生まれません。はい。というわけで、リンソウルさん、また、全焼が続いております。さすがです。えー、まだあとリンソウルさんは、二本か三本あったと思うんだ、ね。<laughs> 楽しみだ。あれ、これ、あと二本かな。多分。前。 この間4本送っっててきたんですすよねね、2つ終わま確かねうん、うん、分かんないですけどそんな感じでりんそルさんありがとうございましたありがとうございましたうわけでこれは Amazon で買えるんで興味ある方、えー、とモニター系が好きな方、えー、ちょっとこのレビューを見て気になった方はチェックしてみてくださいというわけで私はドローンしますはい もうすごくね、もうリスニングにも全然最適だから皆さんぜひともね、気になるなって思った方はチェックしてみてください。<laughs> では今日も終わります。ありがとうございました。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。じゃあねー。